えー、高一男子の母ですと、冬休みに入り友達と出かけることが多いです。ああ、いいですね。その都度必要額を渡しているのですが、むむ、お金の話ですね。高校生の付き合いともなると、ご飯を食べたりカラオケ行ったりとなかなか出費が多いです。今は友達との交友を深めてほしいと思い、特に制限は設けていないのですが、今回の冬休みはすでに1万超えの出費になっています。このままで良いのか、回数の制限を設けるなどがしたい。 した方がいいのか悩みます大学生などになったらこんなに渡せないから自分でバイトしてねとは伝えています。発達障害が影響しているからかわかりませんが、小学校の頃からなかなかお小遣いの範囲でやりくりができたことがなく、なるほど。故に何の労力もなしに、いわば必要額がもらえる、あなるほど。という状況はさすがにあまり良くないかなと思ったりします。 うん、ダメでしょうね。<laughs> えっと、何か良いアドバイスや良い,い事例をご存知ならば教えてください。なるほど。まあ、いわゆる親が ATM になっちゃっていると。まあ、無人像にお金があれば、それでいいんでしょうけど、まあ、そうじゃないよねっていうことですかね。あるいは、あの、ご本人に、うんと、 まあ親はそれなりにお金持ってるけど、でもそれが何十年も続くわけじゃないから、親もまあいなくなりますし、基本的には。まあ、その時にご本人がお金を上手に使えるようになってほしいかなっていうことですかね。はい、今チャットで、高校生で1万じゃ足りなくないってありましたけど、どうでしょうかこのあたりは。えっ、ー、と、人によって、えっ、ー、と、考えが違うかなとは思うんですけど。自分どうだったかな遊びのお金なんてほとんど使ってなかったと思うな。 まあ、いずれにせよ、えっ、ー、と、私がやっぱり気になったのは、お小遣いの範囲でやりくりができないってことですかね。だから、それがどの程度かですかね。まずは、だから、えっ、ー、と、お金で自分が困らない限りは、やっぱりそれを直そうと思わないと思うので、ある程度やっぱ困る経験をちゃんと、えっ、ー、と、してもらうってことが重要なんでしょうね。ってことは、まあ、あの、 多分その ATM 感を少なくして、きちんと管理をしないと、やっぱりお金が出なくて困っちゃったなっていう経験を、どれだけこうソフトにできるかっていうことかなと思いましたね。あとはその子の特徴に応じてですけれども、アプリでつけるとやりやすいとか、表にした方がやりやすいとか、いろんなタイプがあると思うんですが、いわゆる見える化、構造化をしていくっていうことになるかなとは思います。 はいまあ、でも、あのー、正直、10代後半とか20代前半って、その発達障害でなくても衝動が強いところなので、えー、っとうまくその、まあ、実行機能が使えない年代ですよね。まあ、馬鹿しますよね、簡単に言うとね。<laughs> はい、無駄なお金も使ったりしますし、まあ、そのあたりの振り返りがちゃんとできればいいのかなとは思いますけども。 まあ正直、大人になって、1万円じゃ済まないですからね。無駄遣いがね。10万とか100万とかになってきますので <laughs>。えっと、それ考えると、今のうちに、やっぱり、いろいろとお金をあの使って失敗する経験をしておくっていうことな気がしますね。<music>